ちは。10月24日月曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。さあ、ニュースを見ていて思わず目を留めたのがサンシャイン水族館の直立不動のアザラシです。バックヤードでしか見られない姿で、その投稿が話題になっているそうですよ。コメントには海坊主みたいとかいうね、見てみると大変面白かわいいお写真でした。気になる方はぜひ検索してみてくださいね。それでは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの4つの話題を中心にお伝えいたします。まずは新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。オミクロン株対応ワクチン接種を実施しています。対象者は2回目、3回目、4回目接種を完了した12歳以上のすべての区民の方です。現在接種間隔が短縮され、前回の接種日から3ヶ月以上経過後に接種が可能になりました。またオミクロン株対応ワクチンの接種は1回のみです。次に接種券についてです。3回目、4回目接種券は前回の接種から3ヶ月経過後の前月に発送します。すでにお手元に届いている接種券はそのままご使用いただけます。5回目接種券は接種時期に応じて順次発送いたします。最後に接種会場についてです。区内の医療機関または集団接種会場で接種を実施しています。集団接種会場は豊島区役所本庁舎1階、池袋保健所、旧朝日中学校です。ご予約はインターネット予約または豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンター0120-567-153にお電話ください。医療機関は病院やクリニックに直接ご予約ください。続いてです。東京都下水道局より油断快適下水道、下水道に油を流さないでについてのお願いです。降雨量が多く気温が下がり始める10月を強化月間とし、お客様や事業者に対し下水道に油を流さないようにお願いしています。台所は川や海とつながっています。下水道に油を流すと下水道管の中で冷えて固まり、詰まりや周期の原因になります。また大雨が降った時、固まった油は剥がれてオイルボールとなり川や海に流出してしまうことがあります。下水道管の詰まりを防ぐため、川や海の良好な水環境を保つためにも皆様のご協力をお願いします。例えばフライパンや鍋などの油汚れは拭き取ってから洗いましょう。古い油を捨てるときは新聞紙などで吸い取るか、油を固める製品を使って可燃ごみとして捨てましょう。余った油は他の料理に活用してなるべく使い切りましょう。また飲食店では必ずグリース粗臭器を取り付けましょう。グリース粗臭器とは調理場の排水中に含まれる油脂分を分離し、下水道管に流さないようにする装置です。設置の際は日本粗臭機工業会の認定品を選びましょう。そしてグリース粗臭機内の油脂分などは定期的に清掃しましょう。今回ご紹介した情報の他にも、東京都下水道局のホームページでは油の処理についてや下水道に関わる様々な情報を発信しています。ぜひご活用ください。総務大臣から委嘱された行政相談委員が特設相談所を開設して、行政に関する意見要望を受け付ける行政相談を行います。
日時は10月25日火曜日午後1時30分から午後4時で、場所は区役所本庁舎4階区民相談コーナー前です。事前予約は不要で、ご希望の方は当日直接会場へお越しください。なお、当日いただいたご意見ご要望は今後の行政の制度や運営の改善に生かしてまいります。ご意見ご要望がありましたら、ぜひこの機会にご相談ください。ご来場をお待ちしております。としまもっと見る知るアプリで子育て情報を新たに発信し始めました。お子様の生年月日、予防接種履歴を登録することで、予防接種のスケジュールの管理や区からの各種検診の通知を受けられるとしまもっと見る知るアプリ、こちらで新たに妊娠中から18歳までのお子さんのいる家庭向けの子育て関連イベント事業情報を発信し始めました。具体的には子ども家庭支援センターや保育園の主催事業の紹介、保健所の乳幼児関連事業や各種講座の情報、さらに親子向けのコンサートや講演会などの情報を発信しております。なお、アプリは無料でご利用いただけます。各情報の閲覧および機能の利用に料金はかかりません。ただし通信費は別途かかります。今必要な子育ての情報を多数発信しております。ぜひ日々の子育てにご活用ください。西武池袋本店では2013年より50代からを自分らしく豊かに生きる暮らし方を提案するグッドデザイングッドオーバーフィフティーズ暮らしのデザイン展を開催しています。グッドオーバーフィフティーズとは、大人の暮らしの自己実現をコンセプトに、いつまでも自分らしくあることのできる健やかで心地の良い暮らし方、本店はそんな暮らし作りのヒントをお届けするデザイン展です。第10回となる今年はケアとアートとデザインとをテーマに、東京芸術大学、公益財団法人日本デザイン振興会、一般社団法人ケアリングデザイン、株式会社そごう西武、そして豊島区と産官学が一体となって誰もが豊かになる暮らしを提案いたします。会期は10月22日土曜日から11月7日月曜日です。会場は西武池袋本店7階インテリアフロア特設会場。なお、入場は無料です。超高齢化社会の現代において、いつまでも自分らしく心地よく暮らせるヒントを探してみましょう。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。金魚広場上池袋のロビーにカフェがあるのはご存知でしょうか。今回は豊島区政90周年事業金魚カフェオープニングコンサートについてご紹介します。では本日のゲストです。 NPO 法人金魚広場上池袋副理事長の長橋恵子さんにお越しいただきました。長橋さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今ご紹介しましたが、金魚広場上池袋、大変可愛らしいお名前ですね。はい、はい、ありがとうございます。開館してからずっと区民広場上池袋という名前でしたが、2020年4月から NPO 法人金魚広場として活動しています。玄関の壁に金魚が描かれているので、はい、名前を覚えてもらいやすいと思います。また実際に本物の金魚も館内で飼育してるんですよ。あ、そうなんですね。はい、こう可愛らしい名前で、こう地域のくつろぎの場にはね、はい、非常にぴったりですよね。でもこうなぜ金魚なのかというのが気になるんですけれども、はい、由来を教えていただけますか。区民広場の前身であった上池袋第二児童館の愛称で、
金魚児童館に由来してるんです、はい、地域に親しまれ愛される区民広場になるようにという理事会の皆さんの願いが込められています。そういった願いも込められているんですね、はい、でもこの金魚広場上池袋といえばこのすぐ隣に公園がありますよね、はい、公園課と一緒に地域の方に親しまれる公園作りも目指しているんです。でまた事務室からその公園が見えるのでお子さんたちも安全に、ね、遊べるんですよ、はい、でまた自動販売機ですが今まで大通りまで出なくても出ないとなかったんですけれど周辺住民の方がとても不便だったんですね。だけど自動販売機を設置したことで公園で遊ぶ子どもたちの水分補給にも役立てられ、災害時にも、はい、対応しているのでとても皆様に喜ばれていただいております。はい、でまた広場の外には花壇があるんです、はい、で職員の皆さんと一緒に花壇作りを行っております。で全面を、ね、芝生にしたいっていう夢もあるんですよ。でお昼には公園のベンチでお弁当を食べている方もいらっしゃるんです。自動販売機このお弁当を食べる時などにも、ね、非常に便利になりますよね、はい、さてこの金魚広場上池袋には他の区民広場にはない珍しいものがあるそうなんです。何があるんですか。はい、それはですね井戸なんです。今で、はい、はい、で実際に水を汲み上げることができるので、うん、珍しいと思いますよ。で夏には井戸の水を使って打ち水を行いました。で子どもたちはとっても興味津々で水汲みの作業を、ね、とても楽しんでいらして見ていて嬉しくなりました。特に、ね、今年の夏は暑かったですからね、はい、そういったのがあるといいですよね、はい、さあここまで見てきた、ね、お庭だけでも、ね、非常に素敵な雰囲気伝わってきたんですけれども館内にもいろいろな工夫がされていますということでご紹介をお願いいたします、はい、まず玄関を入るとすぐにトロフィーが見えます、はい、これは区政90周年記念事業でゲートボール大会を行った時の優勝トロフィーなんです。で優勝したカエルチームっていう、ね、はい、チームが優勝したんですけども、この後紹介するカフェで使用できるコーヒー券のプレゼントをしました。こうすぐに、ね、トロフィーが見えるのはインパクトが、ね、はい、ありますよね、はい、さあ他にもなんと卓球やカラオケまで備え付けがあるそうですね。はい、どなたでも利用できますので遊びに来てください。続いて玄関を少し進むと、はい、カフェスペースが見えてきます。リラックスしてもらえるように緑を多く飾ってます。今、ね、お写真ご覧いただいてますが本当の、ね、カフェみたいですよね。そして写真よく見てみますと雑誌が、ね、写っているようですね。これ手に取って読めるということですよね。はい、本屋で買うまではいかないけれども少し座ってね読みたいっていうそういう時にはいいですよね。でここに並んでいる本は全て職員の皆さんが選んでるんですよ。でなかなかおしゃれな珍しい写真集なんかもあるので、はい、気に入ったページがあったらぜひ教えてください、うん、いいですね、そういった交流があるのね、はい、楽しいですよね。さあこの金魚広場上池袋区民広場の中で一番広いということもあって非常に盛りだくさんなんですが、さあいよいよ本題の金魚カフェこちらについて教えてください。はい、今年の4月から、コーヒーの自動販売機が入り先ほどお見せしたカフェスペースができました。はい、厳選された豆を使用していて実際にボタンを押してから豆が引かれるので味が格別で自信を持っておすすめできます。レギュラーサイズはなんと100円で購入できます。ワンコインでこの価格で本格的な、ね、コーヒーが飲めるというのは嬉しいですよね、はいはい、まあ、コーヒーだけでなくこのココアや抹茶ラテなどお子さんも飲める、ね、メニューも充実しているということなんですよね。はい、小学生ぐらいのお子さんたちが、ね、よく飲んでらっしゃるんですけども、はい、甘さやトッピングいろんな選択ありますよね、はい、でもたくさんのボタンがあってこの機械が届いた時は職員の皆さんは、ね、覚えるのが大変だったそう
うなんです。だけど教えなくても慣れた手つきでお子さんたちはちょちょっとやっちゃって、もう簡単に、ね、操作ができるってすごいですよね。さすが今の子どもたちは機械に、ね、強いですよね。でココアを飲みながらね、お楽しいおしゃべりをしてたりとか、はい、とっても微笑ましいんですね。でテスト勉強をしている中学生や高校生も見かけたりするんですよ。で先ほど伝えましたけれど、注文をしてからその場で豆が引かれるので、はい、カフェスペースはコーヒーのとってもいい香りが漂っています。でこの空間でそれぞれの過ごし方をぜひ見つけていただければ嬉しいです。素敵な、ね、場所なんだなというのが分かりますけれども、さあそんなカフェのオープンを記念してコンサートが開催されるということなんです。開催情報をお願いいたします。はい、10月30日日曜日、朝10時半から11時30分まで、対馬哲夫さんらによる弦楽四重奏の演奏会を開催します。はい、生の音楽に触れる機会はあまりないのではないでしょうか。フラッと気楽に聞いていただける会にしたいので、お子さん連れの方も子供が泣いてしまうのではないかっていうご心配はいりません。気になる方はカフェスペースでも十分に聞こえますので、そこでコーヒーを飲みながらゆっくりされてください。まさに地域の方に、ね、こう寄り添った取り組みだと思うんですけれども、楽しみにされている方も、ね、多いんじゃないですか。はい、90周年記念事業金魚カフェオープニングコンサートは、事前申し込みなんですね。はい、で先週の月曜日から申し込みが開始しています。おかげさまで定員に達しました。大人気ですね。はい、興味を持ってくださった方は、先ほど紹介したカフェスペースで聞いていただけますので、当日ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。さあオープニングコンサートも楽しみですが、ではせっかくなので施設の2階のご紹介もお願いします。はい、2階は子どもたちが楽しめるスペースになっています。はい、電車や車など小さいお子さんが乗れる乗り物がたくさんあるので、これが大人気です。毎月の月末の金土日に開催される電車ごっこは大盛り上がりなんですよ。で自慢の広いスペースで安全に存分に運転していただけます。今ね、お写真出てますけれども、こう家では、ね、絶対にできないもの、はい、この、ね、室内で電車ごっこができるというのはこの広場ならではですよね。はい、本当に、はい、そうなんです。で、次に紹介したいのは、可愛く赤ちゃんの写真が撮れる寝相アートなんですね。はい、寝相アートってご存知ですか。寝相アートってこの赤ちゃんをこう寝かせてこう上からこう撮影するやつじゃなかったでしたっけ。はい、そうです。小道具や衣装を使って赤ちゃんの姿を可愛く撮影するアート写真のことなんです。今はハロウィン仕様なんですけど、季節によって違う写真が楽しめます。ぜひ思い出に写してみてはいかがでしょうか。可愛いお写真が、ね、撮影できそうですよね。さあ今回は金魚広場上池袋について、そのカフェの、ね、オープニングコンサートを中心にお伝えしてきました。では最後に永橋さん、組の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、皆さんに金魚広場上池袋をもっと知っていただけるように、区政90周年記念とカフェオープニングを兼ねてコンサートを開催します。生の弦楽四重奏を身近で聴いていただいて、またオープニング記念品も用意しておりますので、ぜひ遊びに来てください。金魚広場上池袋は地域のコミュニティの拠点として、地域の皆様の憩いの場として、金魚カフェに取り組んでいます。人と人とがつながっていけるよう、モルックやゲートボール、卓球など世代を超えた交流ができるようにスタッフで日々、考えています。地域の皆様にとってお家と同じくらいくつろげるような、そんな空間になれば嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ素敵な、ね、場所をご紹介いただきました。本日のゲストは NPO 法人金魚広場上池袋副理事長の永橋恵子さんにご出演いただきました。お忙しい中本日はありがとうございました。ありがとうございました。では今日はこの辺で失礼いたします。次回生放送は10月27日木曜日です。
それではまたお会いいたしましょう。ご一緒にお願いいたします、はい、さよなら。さよなら。